毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。では長寿やりましょう、クラシックモードをやっていきます。ダフナさん先生通りました。キャラ選ばれるな。クラウザーか、強い。エイジ、イオリ、メイリーかな、強キャラ。クラウザー強いな。これはありがたいぞ。クラウザー取らせてくれた。メイとエイジやったらね、僕はまあエイジかな。メイの方が強い気もするけど、エイジ取られてると結構ね、やりづらいんですよね。特に全滅とか狙うから僕の場合。そうなるとね、エイジのバフが入っちゃうと、やりにくくなるんで、まあ人によるからそれは何とも言えないから、あれですけど、まあ基本的にエイジとかチャン後半とかね、復活キャラとかは、与えたくないっていう感じ。おわー、マリーとマキシマ。強すぎやろ、これ。ハテナから S ランク出ました。そしてブライアンと、誰取るか。防御結構余ってますね。で、こっちも防御結構豊富なんで、マキシマね、マリーがいるから。まあでも量は取ろう。坂崎家取っとく？ラッキーか。そうやね、まあ坂崎取っとこう。防御キャラ4体いますよ。かなり豊富。で、先生、あ、信号と社やでも。先生こっちっすね。マキシマ頭に行こう。マキシマ量。で、クラウザーと、エイジかタクマか、ここは。タクマもありやな。タクマにしよう。量のバフ高まれるんで。で、このマキシマはやっぱり、先に出して、体力をどんどん回復していくっていう感じね。こう先に出して攻撃食らって、その後自身でこうどんどん回復させていくっていう。だから、まあ、理想は7ターンぐらいまでマキシマは生かしたいですね。これはもう下げとこうか。こういこう。そうそう、マキシマスキル出ると HP 回復できるんですよね。でここはどんどんこうやられても回復してめちゃくちゃ延命させていくっていう戦い方したいですね。ブライアンタックル、シンゴスキルやめて。シンゴ、おお、いいね。出なかった。え、前もしない。ここは、そうやな。あ、これ、あれやな。行こうか、もう。全部行こう。使おう。そう。ほんで、さっき量からやな。量を使って、マキシマ使うことによって、クラウザ3体に当てれるから、これはありがたいですね。そして、シンゴ叩こう。シンゴ叩いていく。ブリッツボール。マキシマ、ほんまは HP50% 以下にならないと、使いたくないんですけど、必殺ね。HP50% 以下やったら防御力高くなるバフがつくんで、ほんまはそうしたいんですけど、まあ、今の場面やったら、まあ、使ってる方がいいかなと思いました。メイリー。ビリー来ましたね。目前やめてくれ。よし。さあ、ここメイリー。おー、危ない。このメイがクラウザーにもでも飛んだらもうやばかったっすね。このターンはこのままでいいかな。ここビリーを調整します。マキシマスキル欲しいよ。ほんまに。クラウザーより欲しかった。どっちかというとマキシマのスキルが欲しい、今。で、ここシンゴまだ使えないですね。さっきクラウザーで怒り150下げてるんで、一旦じゃたまりませんね。うん。これブルーマリーでいいでしょ。もしくはエイジか。まあでもブルーマリーかな。おー、マキシマスキルいいよ。マジでいい、これは。でもこのブライアン倒しとこう。ブライアンも倒しときます。うん。マキシマほら、どんどん回復してるでしょ。最初、あれなんですけどね。あー、バイスやー。クラウザやられちゃ。やられてしまう。まあ、これはしゃあないかな。バイス、クラウザに飛んできますね。クラウザ、ここでやられた。バイスとかいるとね、こうやって狙われるんでね、やっぱり。お、量ゲージ溜まりましたね。他も単体必殺。そうやな、まあ、ここでエイジ出そうか。斬鉄派。あー、暴走。おー、麻痺麻痺。これは やってくれた、エイジは。そして、マキシマ。マキシマも HP8 割以上回復してます。メイリー、エイジか。うん、あんまり減らないね。メイリークリティカルがね、めっちゃ減るときあるんですけどね。ここマキシマ使おう。バイス倒します。バイス倒して、できればシンゴ倒したい。けど無理かな。スキル出てたらね、ワンチャンあったけど。もうキャラ、あれっすね。出てくるキャラで終わるっすね。うん、イオリ。だけ？そうか、イオリだけか。
八乙女、これはあまりやられますね。さすがに。さすがにやられるけど、こっちもキャラあと2体いるんで、まあいけるかな。マキシマが結局、ほぼ生き残ってます。フリス・マイディは。これ暗黒雷光剣から。うん。まあ、マキシマのおかげじゃない、これは。結構活躍したんじゃないかな、やっぱり。マキシマ。クラウザーもでもいい感じだったな。必殺、縦に当てれたんでね。じゃもう一回行きましょう。クラシックモード。さあ、先制を取られてほしいけどね。でも逆に言うとね、先制取られて、キャラが見えてなかったらめっちゃ不利なんでね。先制取りましたね、こっち。あ、霞やな。霞ヤシロ、ナコルルかな。お、霞くれる。あーですね。さすがに霞取られた。ヤシロとナコルル取っとこう。このラモンも取ってる方がいいかな。チャンコハン当たりっすね。ただダメージ取れるキャラ欲しい。今んとこ全然いないんで、攻撃型が欲しい。よし、最終、まあまあ当たり。エイジは当たり。で、あとは、まあ、ケンスとジョーかな。そうっすね。ダイモンはね、まあ、ケンスとダイモンちょっと迷うけどね。モモコ出てるわ。うわ、ヘビーディも出てる。向こうに全部行きましたね、軽くキャラ。ヤシロ、エイジ、ジョー、これで行こう。んラモンね、先置くか迷いますけど、まあ、後でにしましょう、このキャラやったら。ケンスはスキルが強いんでね、結構、肉まんに目が行きがちですけど、実はスキルが優秀で、回復以外にも、スキルでクリティカル出たら、かなりダメージ取れるんで、だから僕、ケンス取りました、さっきのは。これ、出ましたね、今、ほら。結構ダメージ取ったでしょ。スキルがね、クリティカル率とクリティカルダメージアップなんですよ。だから強いんですよね。ただこれ、ケンスやられそう。うおーっと、生きてる。けど、やばい。めまいしてるし。生きてるけど、めまいしてもうてる。まあでも、ここ、次のターン、肉まん食べれますね。ももこ、スキル出る？スキル出ない。肉まん食べてって感じなんで、まあ、ケンス前でいいかな。肉まん。このチャンはね、まだ使わない。ハリキャンパー。お、いいっすね。ダイモン調整できました。ケンスやられるんで、次、ジョーを前にしよう。あ、バイス捨てるんや。結構もったいないけどな。バイスは何もせずやられていくっていうことになるけどね、そうなると。まあ、ここどうしようかな。ラモン。いや、ラモンじゃ無理か。そやな、ここ結構むずいっすね。まあ、ジョーなんですけど、頭は。まあ、ラモン行っとく？そろそろ数字ために行こう。斬鉄派から。お、暴走や。あーでも暴走いらんかったか、今の場面やったら。で、チャン打って、ラモン打って、ジョーなんですけど、そやな、ちょっと難しかったかな。で、これね、ラモンがね、スキルどこ飛ぶかわからないんで、まあ一応、モモコ叩くんですけど、これ、おお、いいっすね。モモコに飛ぶ方がいい。で、スキルは攻撃力ダウンあるから、ダメージ以外にも今デバフを入れて、モモコの火力を下げるっていうね、戦法なんで、モモコに飛んで正解ですね。ほら、エスパー全然減らないでしょ？ほんまもっと減りますよ、モモコは。で、ラモンは数字を10にしたい。ここのヒナコはこれしゃあないな。めまいしたけど。ミスラッシャー。ジョーはやばいですね。あー、やられそうやな。ジョー、きついな。もやしろかな。エイジ前にして最終もありやけどな。でもまだかな、エイジは。そうっすね。ラモンスキルいいっすよ。スキルがめちゃくちゃいい。おー、レオナや。次で、あ、次7か。次、今ね。これ、モモコスキル出てほしいところ。モモコスキル出たら最終を置ける。出ないかー。最終置きたい。エイジゲージ溜まった。ヤシロ結構今ガードしてたね、これ。モモコスキル。こそスキル。スキル。よし！完璧。展開完璧。モモコ倒せますね。エイジ前かな。展開完璧っすね。で、まあ、ナコルルでいっか。うん、ナコルルから。斬鉄派。で、モモコ倒します。これは倒せるでしょ。さすがにね。あ、でもラモンがやばい。あー、危なー。
ラモン、これスキルどこ飛ぶかわからんかったけど、モモコに飛んでくれた。今の危なかった。カスミとヘビーディ、ラモン打たして、ラモン打たして、やめろ。よし、エイジ誰で倒すかやな。エイジをヒナコで倒す。おお、ヤシロガードいいよ。そして最終なんで、前はナコルかな。これでいきますか。で、最終からめまいしている。そしてこのラモンは怒りダウンあります。うん、これで、しかもヒナコあれっすね、エイジ食らってるからもう、あ、倒れたわ。もうキャラいないんで、これ勝てますね。ヘビーディ、うん、でもここヘビーディ次ゲージ溜まるんでね、だからこうしとかなあかんかな。ラモンやられたくないな。ちょっと待てよ、やばいかこれ、結構やばい。あ、一応調整しよう。うわー、ラモンめっちゃ強い。今カスミに飛んでいった。ラモンめちゃくちゃ強いな。あ、 V スラッシャー来た、 V スラッシャー来たよ。復活カモン。あかん、ちょっと待て、やばい。次10ターン。ちょっと待って、これ10ターンで高校やな、こっち。いや、負けたか。ヘビーディーン打たれるでしょ、これ。あー、ヤシロ復活してくれよ。負けた。マジで。マジで。嘘やろ。めっちゃ順調にいってたように思ったけどな。何があかんかったやろな。絶対あかんかった部分あるな。なんやろ。ヘビーディー、調整ミスったかな。必殺の打つタイミングとか多分ミスった感じもあるな、今のやったら。絶対勝てる思ったけどな。うわー、なんか悔しいっすね、今のは。悔しい感じに負けたな。はい、では今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。